もしもし、ゆりちゃん？あなたどこにいるのよ？お家にいる？お疲れ様です、草野さん。今日は有給を使って外出しています。外出？あなた、まさかそのまま逃げようって魂胆かしら？え？逃げるとは？夜逃げならぬ昼逃げ？ゆりちゃん、そんなことしちゃいけないのよ。ちゃんと借りたお金は返すのがルールなんだからね。全く話が見えないのですが、一体何の話をしているんでしょうか。もうとぼけちゃって、あんたの借金についての話に決まっているでしょ。ついさっき会社にあなた宛ての電話5件もあったの。すべて消費者金融からの電話よ。え、ゆりちゃんってばおとなしい顔して意外とやるじゃないの。消費者金融って要はサラ金ってことでしょ。そんなところから借金を重ねてたなんて、おとなしい顔してやることやってんのね。ちょっと待ってください。私宛にそんな電話なんておかしいです。何かの間違いではないでしょうか。はぁ、5件も電話があったのよ。これのどこが間違いなのよ。でも私、借金なんてしたことありません。リボ払いだってしたこともないです。なのに消費者金融から電話だなんておかしいです。おかしいも何も、電話があったのは事実よ。悪いけどこのことは部長や社長に報告させてもらったからね。みんなあんたにはやめてもらうしかないって言ってたわよ。それってつまり私はクビってことですか。そういうことになるわね。消費者金融5社から電話がある社員なんて見たことがないわ。そんな問題児社員はとっととクビにするのが正解よね。会社の判断については理解できますが、私は借金していないんです。なのにこれでクビというのは困ります。あんたが困ってもこっちは困っていないんだっつーの。そういうわけであんたは明日から来なくていいわ。今日限りで退職ってことで。今日限り？待ってくださいよ、それはいくらなんでも急すぎます。今から会社に向かうので話し合いの場所をください。部長や社長に説明させてください。無理無理、そんなのに付き合うほど部長も社長も暇じゃないっつーの。とにかくあんたはクビ決定なの。恨むなら借金まみれの自分を恨みなさい。だから私は借金なんてしていないんですよ。直属の上司である草野さんなら分かってくれますよね。私は借金するような社員じゃないって信じてくれますよね。いいえ、あんたは借金をするような女よ。私は真実が分かるんだから。今思えばあなたはお金にとにかくうるさかったわ。私が会社を忘れた日なんて、上司が空腹で困ってるのにお金を貸してくれなかったわよね。だって草野さんすぐ返すって言って平気で踏み倒すんですもん。私お金の貸し借りはきっちりしたい人なんで。そういうところがますます怪しいわ。普通なら心よくお金は貸すし、なんだったら部下としておごるものよ。なのに渋々お金貸してくれたかと思うと、翌日から毎日お金返してってうるさいし、このがめさは借金していたからに違いないわ。違いありまくりですね。むしろお金に厳しい人の方が信用できませんか。金銭感覚がしっかりしてる人ってことですよ。借金するような人に見えますか。ああもううるさいわね。とにかく消費者金融5社から電話が来るような部下はクビなの。前からあんたは生真面目すぎてうざいし、お金にも厳しい頭でっかちな社員だと思っていたのよ。クビになってくれて私も助かるわ。何ですかその便乗は。上司なのに部下のことを守ってくれないんですか。はっ、生意気な部下なんて必要ないのよ。とにかくあんたはクビ。二度と会社に現れるんじゃないわよ。そんな、それじゃあ今私がクビになったら仕事の方はどうなるんですか。今私が中心の社内プロジェクトがありますよね。それは私が引き継ぐわ。もうプロジェクトも終盤だし、リーダーは変わっても問題ないでしょ。え、そして私はプロジェクトリーダーとして賞与もアップ。冬のボーナスが楽しみだわ。ざっと100万ぐらいは期待できるわね。そんなのってひどいですよ。これじゃあただの横取りじゃないですか。黙りなさいこの借金女。借りた金も返していないくせに、ルールも守れない女にひどいだなんて言われたくないのよ。だから私は借金していないんですってば。ゆりちゃんはどう返済するかだけ考えていなさいよ。このまま借金の踏み倒しなんてできないわよ。消費者金融は地の果てまであんたを追いかけるでしょうね。そして捕まったが最後、あんたは東京湾に沈められるのよ。そんなのまっぴらごめんです。じゃあおとなしく借金返済を頑張りなさいよ。
サラ金5社に追われてる問題児部下なんてクビになって当然。返済から逃げてるといつか東京湾に沈められるわよ。そうなったら大抗争ですよ。え、組長の孫が東京湾に沈むなんて大抗争の引き金としては十分ですよ。ええ、だからさすがに東京湾に沈められることはないと思います。でも誤解されたままだと痛い目に遭うのは目に見えてますよね。ああどうしたものか。ちょっとゆりちゃん、ちょっと物騒な言葉が聞こえたけど、あなたって組長の孫なの？ああここだけの話にしておいてくださいね。私が組長の孫娘であることは。あんたってそっち系の人だったの？血縁上はってやつですけどね。父方の祖父が組長をやっていたそうです。嘘でしょ？でも祖父はすでにあちらの世界を引退していますし、なんなら父は若い頃から祖父と縁を切っています。もちろん父と母は普通の会社員で、私も普通の会社員です。だから特に何も問題はありません。いや問題がないって言っても、組長の孫娘ってやばいじゃないの。ですから血縁上はってやつですよ。基本的に関わりはありません。と言っても引退した後たまに連絡は取ってるんですけど、だから今回は悔しいですが祖父の力を借りたいと思います。え、会社が信じてくれないなら真犯人を見つけるまでですよ。祖父に頼んで私を探してる消費者金融を聞き出します。そしてその会社と直接話してみます。え、ではこれで失礼します。待って。え、お願い待って。本当のこと話すからお願い待って。本当のことですか？ごめんなさい、ちょっとした出来心だったのよ。もしかしたらごまかせるかなって。走らず全て説明してください。何をごまかすためにどんなことをしたんですか？私、祖父に似た性格であまり気は長い方ではありません。すいません、実は私ブラックリストに相手でどこからもお金が借りられないの。だから身分証明をごまかせばいけると思って、部下であるゆりちゃんの免許証コピーを偽造したの。写真だけ私の顔にして何かお金を借りられるようにしたので、その結果消費者金融5社を騙すことに成功。そのまま私のことも冤罪で会社から追い出すって計画ですか？ごめんなさい、まさかこんなにうまくいくと思わなかったのよ。それにあなたが組長の孫だってことは知らなかったし、っていうかさ、あなた組長の孫ってことはそこそこ権力あるわよね。あなたの力で私の借金ってどうにかならないかしら？はい？あんたがおじいちゃんに頼んだよ。お世話になってる上司が困ってるから借金チャラにしてやってくれって。孫なんだしそれくらいできるわよね。借りた金はちゃんと返す、これが世のルールじゃなかったですか？そうなんだけど、5社合わせて2000万近く借りてるのよ。さすがにそんなの返せないし、お願い助けてよ。部下なら上司を助けるのが仕事よね。その上司に私ははめられたんですけど。まあ、細かいことは気にしない。このまま私の借金はあんたの力で何とかしてよ。組長の孫パワーで借金帳消しとか余裕でしょ？人を消す方が余裕ですね。はい、では自供したってことで証拠もゲット。退社時間に合わせて祖父の知り合いが迎えに来てくれるそうです。逃げずにその方たちについていってくださいね。ゆりちゃん、草野さんの免許証偽造なんてとっくに知ってましたよ。ただ祖父の知り合いがどうしても自供証拠が欲しいと言ってたので一芝居打たせてもらいました。今朝会社にかかってきた私宛ての電話、あれはすべてこちらが頼んでかけてもらったものですから。え、草野さんが騙した消費者金融の方々は随分とコケにしてくれたなとか怒ってるみたいでしたね。そのうちの一社が祖父の知り合いで、偽造免許に気づいて協力を求めてきたんです。え、とっくに気づかれていたの？すぐにとっ捕まえに行ってもよかったそうですが、今後のためにも自供が必要だと言ってたので協力したんです。あっちの世界のルールはよくわかりませんね。待って、私何されるの？迎えに来るってどこに連れて行かれるの？とりあえず2000万円分すぐに稼げるところじゃないですか。何をするのかされるのかは知らないですけど。怖い、もうすでに退社時間が怖い。あ、そうだ、
退社前にきちんと部長と社長に訂正しておいてくださいね。私、草野さんのせいで今日付けでクビになってるんですから。ゆりちゃん?もしもなんだけど、もし訂正してあなたの首を免除したら、私の借金って少しくらい減ったりする?減りはしませんね。理不尽に増える可能性は少しは下がると思いますが。いや!ではこれで失礼します。せっかくの有給、こんなことで潰されたくないんでね。待って、ゆりちゃん、お願い見捨てないで!では今までお世話になりました、草野さん。草野さんの業務量は大したことないんで、私が引き継いでおきますね。草野さんがブラックリスト入りされていた理由は、スマホゲームの課金による借金でした。そして消費者金融から借りた2000万も、ゲーム課金と生活費で消えていたとのことです。あの後草野さんは会社に私の首を訂正すると、そのまま自身の退職届を提出。祖父の知り合いに回収された草野さんが今どこで何をしているのかは誰も知りません。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。